桜井が君たちにね訴え続けてきた日本第一主義ですね、その意味をねもう一回考えて、もう一回改めて考えてね、自分たちで広げていってください。そしてできるんであるならね、日本第一党の運動にですね手を貸してほしいんですよ。ぜひね、今度の9月10日ですね、あさってですね、 NHK のね交差点のところで1時からですね、凱旋が行われます。NHK 前交差点ですね、こちらで、1時から凱旋が行われて、でそれが終わった後に統一教会本部の方に代表者でね抗議文投函という形になります。まあ投函だってポストがないんでね、目の前に叩きつけてやるだけなんですけどもね、それにね聴衆として参加するだけでいいんですよ。聴衆として NHK 前のあんた交差点のところに行って、でそこでねあんた聞くだけでいいんですよ。たったこれだけですよ。自分にできることをですねやらない限り世の中絶対変わっていかないんですよ。まあですからね、もう自分たちでやるほかないんです。君たちで切り開いていく道を切り開いていくしかないんですよね。でそれを今やっているのが中村さんであり、張切さんであり、トドさんでありね、であるいはその日本第一党の女性陣であり、だからね日本第一党と一緒にね、一緒に道を切り開くね努力はしてほしいんですよ。いやそうですよ、もうみんなねお客様感覚なんですね、当事者感覚ゼロですから。まあそうですね、まずは自分のできるところからっていうことで、あさっての NHK 前交差点、まあこちらの方の凱旋の方にね、関東合同凱旋に、ぜひね参加していただければと思います。ぜひここでね参加していただいて、そしてねもう参加するだけでいいんです。聴衆として来るだけで、もうそれだけで一応自分たちのねできることはやってるわけだから、もうそこから先のね戦いについては関東合同凱旋でマイクを握る皆さんたちが皆さんの代わりにやってくれるんだから、だから頑張れと言ってね後押ししてあげりゃいいんですよ。自分にできることをやるですね。いろいろね、いろいろあるけれどもね、絶対にね自分の掲げたですね理想というのを捨てないことですね。自分たちで歩いていかざるを得ないわけですよ。